ガストン・ウゴ・マッツァ・カーネはアルゼンチン人レーシングドライバー2000年3月12日に会一デビューを果たしたミナルディ m 0ニをドライブするマッツァ・カーネ1999年にミナルディのテストドライバーとなり2000年からセカンドドライバーとして会一デビューを果たす新人ではあったもののチームメイトのマルク・ジェネより優れたパフォーマンスを見せ17 戦中11戦完走。入賞はなかったものの、シーズンで全23人中3番目に多いラップ数を記録した。アメリカ GP ではウェットからドライにタイヤ交換するタイミングを遅らせ、一時3番手まで浮上。2年連続チャンピオンの未ッキネンを抑えて走行し、インディアナポリスの体観集を沸かせた。2001年の初めにアローズをテストするが、 2001年1月にプロストのセカンドドライバーとして出走することが決定。しかし、チームメイトのジャン・アレジに比べてパフォーマンスがかんばしくなかったことを理由にシーズン途中の第4戦3割の GP を最後にチームから放出され、ルチアーノ・ブルティにシートを譲ることとなった。2002年に会一に新しく参戦すると期待されたチームフェニックスと契約をするが、 チーム自体会一に参戦することはなかった。その後、アメリカに渡り2004年にチャンプカーワールドシリーズに参戦。73ポイントを獲得し、シーズン17位であった。ありがとうございます。